はい、どうもショッピンです。今回も動画をご覧いただきありがとうございます。今日は12月31日大晦日です。はい、大晦日ゆっくり過ごしたいと思います。2019年最後に17度、あったかいっすね。あったかい、今日すっごいあったかい。はい、ということで今は7時20分ですね。あと5時間ぐらいで年が変わります。はい、じゃあそれまで年越しそば食べましょう。はい、簡単な年越しそばですけど、いただきます。うん、あと2時間切りましたね。なんかこういう時はね、たまにはテレビをゆっくり見るのもいいでしょうと。そうで、この後こうやって静かにこう行く年来る年を見るのが毎年の楽しみです。いやー、行く年来る年好きですね。なんで好きかって言われたら、多分神社仏閣好きなんでしょうね。なんかこう静かな、こう厳かな気持ちになれるので。そう、皆さんどんな思いで新年を。はい、明けましておめでとうございます。いやー、2020年も明けましたね。はい、まあ、特に何も言うことないんですけども。まあなんか開けた感じ、実感は全然ないんですけど、まあ、この家に飾りとかはしてないわけなので、あんまり実感はないんですけども。じゃあ寝ます。おやすみなさい。いや、皆さん初夢、一富士二鷹三茄子見れるといいですね。それではおやすみなさい。おはようございます。はい、ということで、じゃあ仕事やりたいと思います。で、僕1日だらって休んじゃうと、もう2日目3日目もだらだらだらって行っちゃう人なので、なのでなんかこうイベントごととか休みとか関係なく、コンスタントにやってその状態をキープしたいんです。なので、まあ、1月1日ですけども、まあ、ちょっとこうやりたいなと思います。家での作業も終わりましたので、次はカフェに行ってメントレとかしたいと思います。そう、2020年こうしたいみたいな、そういう目標を立ててようと思います。はい、ということで終わりました。またあれから4時間ぐらいずっとメントレをしてまして、あっという間に夕方の6時ぐらいになってしまいました。で、今からちょっと戻ってトレーニングだったりとかやりたいと思います。よっこらしょっと。はい、一旦帰ってきて荷物を一旦整理して、でそのままトレーニング行きます。もうここでもう座っちゃったりしたら、もうジムに行く気力がめんどくさってなっちゃうんで、はい、このまま行きます。はい、ただいま帰ってきました。いや、完全に取り忘れてしまいました。いただきまーす。健康面でももちろんフォーカスしたい目標っていうのがあるので、そう、1月1日から、筋トレをやってるっていう感じです。はい、でトレーニングが終わったので、次は、撮影ですね。はい、やりたいと思います。まあ、今これ撮影やってるんですけども、別のコンテンツの動画の撮影ですね、やっちゃいたいと思います。で、僕にもあります。で、僕の場合はですね、そういう目標があった時に、はい、ということで撮影が終わりました。でもあれから1時間半ぐらいずっと撮り直したり噛み倒したりしながらやってたので、やっぱ時間がかかってしまいます。そう、まだまだべしゃりの方が下手です。そう、向上します。ということで、夜の9時になりましたので、ご飯を食べたりとかお風呂入ったりしながら、あとはゆっくり過ごしたいと思います。いやいや、かなり雑な男飯なので、そう、2020年はこういう料理もどんどんスキルアップしていきたいなという感じですね。そう、自炊スキルを上げていきたいです。
いや今日はなんか失敗してしまいましたけども、いただきます。ちょっと味が失敗してしまいましたけども、でも美味しいです。よし、美味しかったです。じゃあまあこれで片付けができたので、次はお風呂に入ります。あ、そうだ、これがありました。これちょっと洗濯物畳みます。よし、オッケー、こんなもんでしょう。なんか最近こういう縦に置けるその畳み方っていうのを覚えたんですよ。まあどうでもいいですけどね、これ。はい、オッケー、じゃあ次はお風呂入りますか。はい、ということで今日一日やることが終わりましたので、まとめに入ります。はい、という感じで2020年の1月1日の元旦のその様子っていうのをシェアさせていただきましたけど、いかがだったでしょうか。まあ、ぶっちゃけその僕も元旦スポット、お正月スポットみたいなのを言ってるわけではないので、そう、例えばじゃあ増上寺とか明治神宮とか言ったわけではないので、そう、なんかお正月気分っていうのはあんまり見えなかったと思います。僕の場合は家族は実家にいますし、赤ちゃんがいるわけでもないので、そう、あと彼女も今日ここにいるわけではないので、そう、一人でのんびり過ごしてみました。はい、でもこうやってなんか1月1日から用意どんでスタートダッシュできるのはまあ嬉しいなっていう感じです。そう、2020年はこのブヨッとしたお腹とさよならして腹筋6個に割るんだっていうのも、いや、あの目標もありますし、そう、あとこの YouTube でもどんどん価値を提供していきたいっていうのもありますんで、なのでまあそれに向かって1月1日からもう早速あの大事なこと、大切なことっていうのをやってみたっていう感じです。もしこの動画を見てくれている人の中でなんかこうやることがないな、暇だなとか、だらだら過ごしちゃってなんかちょっとまずい気がするって思っている方がいたらですね、もう正月のうちから今年の目標だったりやりたいことのためにもう動き始めてもいいのかなっていうふうに思ってます。はい、ということでまあなんか意識高い系の動画になっちゃったかもしれないですけども、まあでも基本的にその正月は正月らしいことあのしてもいいと思うんですよ。そう、ただ僕の場合は あんまりそういうものがないので、そう、あのもう早速動き出したっていうお話です。なんかちょっと自慢っぽく聞こえてしまったらすいませんという感じで、まあ今回のお話がちょっとでも面白かったで参考になりましたと感じていただけた場合は、グッドボタンとチャンネル登録ボタンをポチッと押してくれたら嬉しいです。はい、ということで今回も動画をご覧いただきありがとうございました。まあでも正直なところ言うと、こうインスタグラムを見ているとですね、他の方が綺麗なおせちとか美味しそうなその正月料理アップしてるわけじゃないですか。いいなって思っちゃいますよね。まあでも人それぞれの正月があっていいと思うので、そう、僕はこんな感じで あんまりこう常識にとらわれずに、お正月だから何かしなきゃいけないっていうその常識っていうのは一旦横に置いといて、そう、自分がやりたいことっていうのをやってみたっていう感じです。はい、少しでも参考になってくれたら嬉しいです。